が人生初傘盗まれました。皆さん今日も一日お疲れ様です。どうもラスト JK のエリカです。今日はいつも一人で旅行行ってるんですね。で今日もめっちゃ雨が降ってて、ショッピングモールねうろちょろ回った後ケーズ電機に行ったんですよ。傘立てにポンと入れたのね。でちゃんと傘入れた場所も覚えて、まあ日本って治安もいいし、まあ盗まれるわけないだろうってうちは思ったのね。海外だったら机の上にさスマホとか置けばすぐ盗まれるよってよく聞くけど、日本ってさ平和だからそんなのありえないじゃん。あんまり盗まれるっていうことないやん。今までの経験上傘とかポンって置いても盗まれたことないので、まあどうせ盗まれないだろうって。でまあカメラとかちょっと下調べして、5分後にカメラの値段とか全部チェックし終えたんで、でそろそろ家帰ろっかって思って戻ったんですよ。私の傘どこかなって思ったら、なんでエリカ初めて傘盗まれちゃいました。うわーまさかね盗まれるとは思わなくて衝撃でした。ケーズ電機の外出たらもう大粒の雨がねブワーって降ってて、でうわやべこの後どうやって帰ればいいんだよって。ちょうど近くにホームセンターがあったんですよね。ホームセンターならビニール傘売ってるかなって思って、ホームセンターまで走って傘探したんで、そしたら傘ありました。380円でビニール傘をね購入しました。70センチの大きめのやつ。前回使ってた盗まれた傘よりめっちゃ大きくて、濡れにくい傘なんで、まあ、良かったです。はい。好きなタイプの傘に出会えたんで良かったです。ただし皆さん気をつけてください。私本当に傘盗まれたのが初めて衝撃でした。コンビニとかお店に行くと傘立てとかあるじゃないですか。あんまりポンって傘置くのやめとくことをおすすめします。理由は傘盗まれちゃうと思う。うん。エリカも初めて傘盗まれたので、皆さんもお店の傘立てあってもね、傘を持ちながら、お店の中回ることをおすすめします。傘ね、盗まれちゃいます。ガチで。で、これからはね、もうこの経験を生かしたから、傘ね、もうお店に置かないようにします。もう盗まれちゃうって初めてわかりました。ってことで、今日の傘盗まれたお話は、この辺で終わりにしようと思います。皆さん、見てくれてほんまにありがとうございました。それでは、次回の動画でお会いしましょう。皆さんの幸せも今日も願ってます。バイチャー。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。